この時間はゲストをお招きしています。本日東証2部に新規上場したバリオセキュア株式会社代表取締役社長稲見義彦さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。では早速ですが、どのような会社なのかご紹介いただけますでしょうか。はい、まず当社のミッションからご説明させていただきます。インターネットを利用するすべての企業が安心で快適にビジネスを遂行できるよう日本そして世界へ全力でサービスを提供するということをミッションに掲げておりまして、企業の方がですねインターネットを利用する際の、出入り口の部分ですね、こちらのに、当社の、サービスの専用機器を設置してゲートウェイサービスをですねサービスで提供するようなそういったものを主に行っている会社でございます。当社のサービスのラインナップとしてはですね大きく2つございます。マネージドセキュリティサービスとインテグレーションサービスという大きく2つございまして、マネージドセキュリティサービスの中にさらに2つございます。1点目が VSR というですね専用の機器を利用したインターネットの出入り口のセキュリティサービス、これを統合型インターネットセキュリティサービスと呼んでおります。またもう1点ですが VDAP というですねこちらもバックアップ専用の機械を利用したデータバックアップサービスがございます。でこの2つともですねマネージドセキュリティサービスは月額課金型のリカーリング型の収益モデルとなっております。またインテグレーションサービスというですねこちらは収益モデルが一時課金型になっておりますサービスがございまして、50名以下の企業様を対象にしております中小企業向けの統合セキュリティの機器販売とネットワークの機器の調達や構築といったようなものを行うネットワークインテグレーションサービスの2つがございます。はい、以上でございます。はい、では続きまして、事業モデルご紹介いただけますか。はい、我々このマネージドセキュリティサービスというサービスはですね、月額課金型のリカーリング収益のモデルになっておりまして、こちらがですね、全体の事業の売上収益の 83.9% を占めております。これは積み上げ型のビジネスでございますので、事業としてはですね非常に収益モデルとして安定した形で事業を営んでいけるといったようなモデルになっておりまして、比較的期初の初めの段階でですね期末の収益の予測が可能なような安定したモデルということになっております。はい、安定性があるということなんですけれども、業績についてさらに教えていただけますでしょうか。はい、当社の上期のここまでの業績でございますが、コロナ禍においてもですね、ほぼほぼ予算通りに、業績進捗しております。事業によってはですねインテグレーションサービスというネットワークの構築とかそういったものが絡むところに関しては若干、実際にですね現地に行って設定しなければいけないようなものがございまして、後ろ倒しに案件がなったりしているものがございますが、逆にマネージドセキュリティサービスの方はですねゲートウェイサービスにリモートでアクセスするようなサービスの追加がですね在宅勤務の需要が高まったことによりですね非常に既存のお客様からですね昨年と対比でも約3倍ほどのお引き合いをいただいておりまして、こちらの方が逆に伸びる形で計画としてはほぼ予算通りに推移しているという状況でございます。この右側のこちらがリモート用のセキュリティサービスということですね。そうですね、はい、伸びていると、はい、既存のお客様にですねやはり、コロナ禍の、皆さんがリモートで働いた頃にですねから非常に追加のオーダーをいただいておりまして、それまで例えば100名でご利用いただいていたところが200名300名と追加になったりですね、ご利用いただいていないお客様が追加されたりというとかですね、そういったようなことがございました。はい、セキュリティサービスを展開している会社、上場企業を含めてたくさんあるかと思うんですけれども、はい、御社の特徴強みということでいくつか挙げていただけますでしょうか。はい、まず当社の強みの一つ目としてはですね、
当社ですね、機器の調達から基幹ソフトウェアの開発、それから機器の設置設定、それからその設置したものの監視運用までですね、すべて一括して行っております。でこういったことを行うことによりですね、1点目は何か障害が起こった場合でもお客様の大切なインターネットの接続の部分を早期に復旧することができるという一つの点とですね、もう1点は直接海外のメーカーやベンダーさんとやり取りすること、それから機関のソフトウェア自社開発ということで外部からの仕入れといったようなものが発生しておりません。この辺は非常に当社の営業利益率の高い営業利益率を実現するのにですね、貢献しているかなというふうに感じております。また2つ目でございますが、販売チャンネルのご説明になります。はい、はい、こちらの方はですね、 OEM パートナー様、再販パートナー様という形でございますが、特に OEM パートナー様の方でですね、お客様のメニューの中に当社のサービスを組み込んでいただくと、特に通信事業者様にですね、多くこの当社のサービスをご採用いただいておりまして、こう回線をお客様が選択するときにご利用であれば当社のサービスを一緒に入れていただくような、そういったモデルで展開していくことにより、まあ、全国各地にですね、47都道府県すべてに当社のゲートウェイサービスをご利用いただいている企業様がいるという状況になっております。これも47都道府県すべてということなんですね。はい、運用実績含めてすべてございます。はい、それでは続きまして、今後のビジネス展開についてお伺いできますでしょうか。はい、ですね、今まで我々はですね、この防御とか検知といったようなポジションにですね、サービスを展開してまいりました。で今後はですね、復旧や特定といったようなところのエリアにまでサービスを広げていきたいと思っております。特にデータのバックアップやリカバリーといったようなものに関しては、2019年の3月にですね、データバックアップの専門業者も買収して、こちらのサービスを実現しようとしております。また特定といったような領域では資産管理や脆弱性管理といったようなサービスもですね、こちらも今年のコロナ禍においてもサービス展開を開始しております。そういった中でですね、今後深刻になる IT のネットワークインフラの人材不足問題を解決していこうということで、当社の中では上司サーザーサービスと言っております構想のもとにこれらを進めていこうというふうに考えております。上司アズアサービス、はい、これもう少しお伺いできますでしょうか。はい、次のページで、ですね、我々今まで、ゲートウェイのサービスから今度バックアップのサービスから、企業内のネットワークにつながっているものを探索して、どんなものがぶら下がっているかというのを確認するもので、ぶら下がっているものにを監視が必要であれば監視対象に加えるようなサービス、またその見つけたものに脆弱性があるのかないのかといったようなことを確認するサービス、こういったものをですね、企業内のネットワークを支援するサービスというのを立ち上げてまいりたいと考えております。さらにこのコロナ禍において在宅勤務のご要望というのが非常に多く出ておりますので、テレワークマネージャーというようなですね、リモートで働く方の状況が分かるような、そういったサービスというのもリリースさせていただきました。今後はこういったサービスを展開することでネットワークインフラ全般を当社にお任せいただけるような、そういった方向を目指してまいりたいというふうに考えております。この黒い箱が今増えてきていて、はい、さらに増えるというイメージですか。はい、そんな形で進めていきたいというふうに考えております。ネットワークインフラ全般というお話がありましたけれども、はい、それが先ほどのこの人材不足の問題の解決にもつながるということですかね。そうですね、我々が考えておりますのは、特に IT の人材不足というのは2030年において45万人程度の人材が不足するというふうにも言われておりますので、特に中堅企業の皆様というのはこのネットワークインフラの人材を確保するというのは非常に難しくなってくるのではないかなと感じております。また理系のご出身の方が企業様に入ってですね、エンジニアを志向される際にも
どちらかというとプログラマーを目指すんではないかなと思っておりますので、まあ、いわゆる縁の下の力持ちである、まあ、動いて当たり前のネットワークをきちんと守っていく、そういったようなサービスが、必要なんではないかなというふうに考えております。はい、今日、上場ということなんですけども、はい、今回は新株発行ないということなんですけれども、はい、上場の狙いといいましょうか、はい、こういうことにつなげたいというのは例えばどういうことがありますでしょうかね。そうですね、我々としてはですね、やはりこの当社の人材の確保、もしくは当社のブランド力をこう上げて、その中で、上質アザーサービスのバリオにこうサービスをお任せしたいと言ってもらえるようなことに結びつくのではないかなというふうに考えております。はい、それからもし本来でしたら、はい、春に上場するということだったんですけれども、はい、コロナの影響でということがあったんですが、はい、当時と比べて、事業環境ですとか、あるいは周囲の反応ですとか、はい、その辺の違いってあったりしますでしょうかね。そうですね、事業環境そのものは、コロナの中でも当社としては特に何か大きなことが起こったというよりは、逆にですね、在宅勤務の需要により我々の追加のサービスを既存のお客様にご利用いただけるようなことが起こっております。で、マーケットに関しては非常に当時と比べると非常に我々としてもポジティブな状況になっているというふうに考えておりますので、非常にいいタイミングで上場できたのではないかなというふうに感じております。はい、わかりました。はい、では最後になりますけれども、番組をご覧の投資家の皆さんに向けてメッセージをいただけますでしょうか。はい、バリオセキア、我々迫り来る IT 人材不足問題を解決するために上質アザーサービスという構想のもと、企業の皆様のネットワーク IT インフラ全般のサービスを担っていけるような、そういう存在になっていきたいと思います。ぜひよろしくお願いいたします。この時間は東証2部に新規上場バリオセキアの稲見義彦さんにお伺いしました。今日はありがとうございました。ありがとうございました。